ージャン遊戯王。マージャンプロの主婦が3人集まったですね、休憩時間中も同じぐらいのトーンでいつが休憩でいつが回ってるのか全然分かんなかったんですけど、一応今からです。今からです、はいはいはい、今から喋れる話をお願いします。あ、喋れる話をね、はい、でもさっきもいろいろ旦那さんのことをですねお聞きしてたんですけどもちょっとなんか気づいたら3人のね悪人の部分がすごいというのもありましたので、最初はねトークテーマを変えたものを送ろうと思います、うん、はい、この女流の方は主婦としてすげえやと思ってる人、はい、この方はね主婦としても頑張ってるんですよ、すごいリスペクトするところがあるんですよという方がいらっしゃったら、そういう方はちょっと、はい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 、麻雀遊戯王チャンネル登録お願いします。主婦ですよね、はい、主婦としてリスペクトしてる、はい、そうですそうです、いますか、よろしくお願いします。私は足利優ちゃん、あ、私も今言おうと思った今麻雀プロ活動はあんまりしてなくてお休みしてるかもしれないけど、うん、多分理想の奥さんというか、ね、本当になんか自分が男だったら足利優ちゃんみたいな奥さんだったらすごい嬉しいかなっていう、なんかね料理とかもよくアップしてるんだけど、うん、なんか子供のために可愛いなんかやつ作ったりだと か、うん、なんか公園にしょっちゅう連れてってね、うん、なんかやってたりとか、なんかすごい行事ごとも ね、 ね、毎回毎回ちゃんとこうクリスマスとかね、鯉のぼりのやつやったりとか、うん、それもねすごいいつも見てて、あ、すごいなって、自分にはできないからこそなんかこれはすごいっていつも感心する。昨日遊んだんですよ、おう、公園で、あつきさん、うん、やべえやべやべやべ、何がやばい、いやもう子供と同じテンションでずっと、うん、そう、あの私はちょっと疲れちゃって、うん、あの遠くから眺めた、疲れちゃうタイプなの、疲れないですか、疲れない、うちもどっちかというと子供と一緒にバーって走り回るタイプ、もう私は子供が勝手に遊んで、うん、私はこう見てるだけみたいな、こういうのみたいなとかっていうパターンなんですけど、あしきさんが私の子供も一緒に遊んでくれてて、うん、一緒にね、遊んでくれてて、私はちょっと座って休憩休憩先輩に見させて休憩してるそう、でもね本当になんか理想な感じがする、でも本当すごいのが、ね、うん、公園行ってから5時間ぐらい遊ぶんですけど、うん、5時間ずっと同じテンションで笑って遊んでるんですよ、なんか疲れたみたいなこともなくて、うんうん、で家に帰ってからもちゃんと掃除したり、うん、ね、なんかそうそうそうね、洗濯して料理作って、ね、みたいなことをするし、でもなんかあれはすごいなって本当に思うけど、そのあの旦那さんが分かんないから、そのここら辺を出てるからあれだけど、お互い麻雀プロでってなるともしかしたらまた別の人がいるのかもしれない。あー、でもそれで言ったら足立ルリカちゃん、足立、あ、足立ルリカ、うんうんうん、はいはいはい、谷谷ん、うん、谷ちゃん、うんうん、ルリカちゃんのママ友ほら、うん、集まって遊ぶ時に、うん、子供と同じテンションで、うん、ずーっと遊んでくれる。ちょっと待ってください。この、ちょっと待って、待って、待って、待って。今ね、理想の主婦の人言ってたし、なんなら、子供と同じテンションで遊ぶことは、別に、まあ、すごいのかもしれないけど、すごいよ。すごいよ。じゃあ、え？ちょっとおかしいですか、これ。すごい、すごい。え？人のいいところに目をつけたら。すごいですよね。ちょっとおかしいなと思って、ダメ、なんか話聞いてなかったけど、なんか、ちょっと違う。確かに大事だとは思いますね。そう、大事だけど、そこじゃないっす、そこじゃないっす。それは、できる人とできない人がいるのかもしれないけど、そこじゃないっす、そこじゃないっす。だってもう、だってもう、その子供と遊ぶために、水遊びしたんだけど、わざわざ服買ってきたんだよ。買ってるからね、今の。え？いや、これ多分ね、温度差があります、こことここで多分。だって、子供はそういうもんですよ。自分が一緒に遊んだら汚れるじゃないですか。うん、汚れたり濡れたりするか、着替えたりとか。うんうん、え？ちょっと待って。今のところ石田さんが冷たいお母さんみたいな。ええ、はい、石田さん、他にちょっと違う感性でのリスペクトできる主婦の方が。わかんない。だから、うちもそっち系なんですよ。子供と普通に遊ぶタイプだから、そこもすごいじゃん。そう、そう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 。感じなのか、そう。そこじゃなくて、なんかこう、奥さんとしてっていうのかな、ね、なんかこの人すごいな、みたいな。だから、足利優ちゃんとかはその食事とか、そう、込みで、なんか素晴らしいなって掃除とか、なんか尽くしてる感じがすごい伝わってくるのが、尊敬というか素晴らしいなっていう。そういう、なんか、
主婦を上げてほしいんですよ。上野さんとか上野あいみプロ。あ、全然わかんない、どんな感じが。上野あいみプロも、うん、子供がって言わないでよ。遊んでくる。止まっちゃったねえ、みたいな人が話して絶対言うと思ったんですよ、その流れから。違う、そこ一回切り離して、うん、一回切り離す。子供なし。子供なし、うん、普通に奥さんとしてってことだよね。うん、そうです、そうです、そうです。なんか難しいね。待って、難しい。いや、でもね、そもそもそんなに二人を知ってるみたいな人がいないから、夫婦ごと知ってるみたいな人が、うん、私生活わかんないですね、仲良くないと。おや、まさかこの3人が静かになるとは。待って、あ、でもいた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 、なおちゃん、おもさなおちゃんは、確かに、なおちゃん、お子供が、そう、作ってるよね。そう、お弁当とかを作ってるんですけど、いや、黒いんですよ。わかるわかる。弁当が、なんかあのゾンビのやつとか。いや、でもなんかすごい、あれがそう、遊び心があって、遊び心があって、なんか楽しんでお弁当作ってるんだろうなって思ったら、あ、いい奥さんだなって、すごい、なんか。ね、毎回なんか三田さんがこう上げてるお弁当が、開けたらグロテスクだったみたいな感じのが、じゃ逆になんかいいかなって、楽しんで作ってるんで、そう、なんかいいんだなって思って、そうそうそう、子供がとかじゃなく普通にいい主婦になりそうだなっていうか、そのね、お弁当一つ見てもやってんのかなみたいな、ほっこりしますね。そう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 、そういうの、そういうのですよ。そういうの、そういうのください。あんまりいないですよ。あんまりない、あんまりない。他に、うん、子供のことしか思い当たらない。子供と遊んでくれる人が、ああ、子供と遊んでくれる。自分の時間ね。だってさ、他人の子供って可愛いじゃないですか。他人の子供と全力でずっと遊ぶんだよ。そうそうそう、すごい、すごいですよね。だって小学校とか行っても喋りかけられて遊んだりとかするの。保育園のお迎えとか行った時とかも、そうだった。すごい。え、すごいです。本当にないない。ちょっと待って待って、この温度差やばいんですけど。ちょっと一回麻雀プロの主婦として一番大事な要素は何かをちょっと確認した方がいい。そうですね、ちょっと子供を見てもらえるみたいな。何に一番重きを置いてもらえる。確かに確かに。ちょっとおかしいな、みんな。ちょっとみんなおかしいぞ。麻雀プロの主婦として大切なこと、いかに自分の時間を作れるか。え、ちょっと待って待って待って。違う。でもそれって各家庭で多分違うと思うね。例えば対局の後にその日その対局の話をされたくない人もいれば、逆に話さないとスッキリしない人もいるわけで、それが成り立ってそうだなみたいな。ちゃんとで、うちとかは話さないですよ、家で。あんまりこっちから言うことはない。なんだこの宝珠はって思っても、さるかさんの対局を見て、うん、そう、ほんとまた出たなこの宝珠はとか思っても言わない、言わないです、言わないです、うん、向こうから言われた時だけ。へー、なんで。え、別に言う必要ないから、彼の中で多分、うん、思ってるから、自分で、うん、自分でもし、もしダメだと思ったら自分で多分思ってるし、あれが普段通りでそれがあるから勝つ時があると思ってるかもしれないから、それはこちら側は言うべきではないと思ってるから、それに関して言うことはない。聞かれた時だけどうだったって、ひどかったねっていう、さすがにあみたいな、自分は打たないけどねみたいな、でもああやって発信したら打っちゃうんじゃないみたいな、丸く収めるというか、あんまりそれに関しては言わない、体力のことに関しては。でも逆に言って言わ、こうなって丸く収めるタイプもでしょ、多分さきさん言うタイプだと思うんですよね。なんか私はキサトの打牌に対して、うん、なんでみたいな、そう、ケチケチつけるつもりはないんだけど、うん、どうしてあれこうなったのみたいな、そうそうそう、っていう疑問に思ったことは言う。何がいいか分かんない。どういう人が理想か分かんなくなってきたもん。子供を見てくれるが理想なのかもしれないもん。今のところ子供を見てくれる人が自分の時間を作れる人です。はい、やばいやばい。でもあの藤井すみれちゃんの夫婦の、ああそこなんか、うん、すごい夫婦でお店とかもやってるので、まあうちも夫婦でやってます。あ、確かに。ずっと一緒ですよ。でもその代わりずっと一緒だし、まあ、これ人によるのかもしれないですけど、じゃあ例えば自分が、まあ、バースデーのゲストだとします。さきさんのね、誕生日で、でバースデーゲストですって言ったら普通はホールに出てるじゃないですか、私がね、うん、ゲストだからね、うんうんうん、
彼がカウンターでお酒を飲み、うん、くつろいでるわけですよ、うんうんうん、私キッチンから12時間出てこなかったゲストなのに、うん、12時間12時間ハンバーグ作りっぱなしあさみちゃん食べに来てるのに12時間ハンバーグを作り続けで向こうからいろんなねなんかあれお願いしますとかこう、うん、声お客さんの声がするじゃんでキッチンの前にカウンターがあるからカウンターの方が聞こえるはずなの本来は、うんうんうん、キッチン料理してるし聞こえづらいけど聞いてないからこっちが聞き耳を立ててはいって言ってこっちがやってここで休憩してんのよ、うん、12時間いやーめっちゃないですやっぱそうだねずっと一緒にいるのはそうちょっとあれか疲れるかもしれないちょっと程よく程よくないかうん理想の人いなかったですそうですね探した結果グラデーションのように旦那の悪口になりました、ね、同じ話題になるタイいなかったですそれぞれ違うっていうことでいいんじゃないでしょうかいや私は一番ここ頑張ってるっていうことでいきましょうか私は逆に一番頑張ってるよっていう話です、うん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 、一番頑張ってること何ですか、家のこと家のこと家事家事っていうかそうですね汚いのがちょっと嫌だから、うん、あだから綺麗に常にそうそうだから疲れて帰ってきて、うん、家が汚いってやっぱ、うん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 、ね、さらに疲れるでしょだから、うん、疲れるでしょなるべく綺麗な空間を保つ空間を保つようにしてそれを一番心がけて頑張ってるかな、うん、何私はまあ特に何も頑張ってはいないんですけどでも頑張らないことを頑張ってるあの疲れないように程よくねイライラしないようにそうそうそうあの機嫌にならないようにそれは大事かもしれない確かに確かにストレスをためないようにいや今いいよいい車になられてる気がするこっちがでも私は結構だから、うん、綺麗になってないともイライラしちゃうから、うん、言っちゃうわけうん、だからそう言われるよりもいいのかなと思うのでもしかしたらね久子さんも帰ってきて綺麗な部屋でさ、うん、でそのおかげでもしかしたらいい成績、うんまあね、気持ちよく帰ってくるので、うんうん、ねフォローの試合ですフォロー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 フォ頑張らないことを頑張らなかったら頑張ってないです頑張らないことを頑張るっていう頑張らないことを頑張るからそうかそうかそうか頑張るねああすごいねそれはちょっと疲れちゃうと活性酸素とか出ちゃうんでそういうのがあるとやっぱりストレスとか老化とか良くないじゃんかなって思って老化ね大事だよねでも大事じゃない違うですか違うまあ、でもトイレットペーパーとか切れたら必ず買えるし、うん、いや買えない人もいるじゃないですかいや当たり前だから買えない人いるじゃないですかあそのままってことかそうそのままこのカラカラのまま あとそれはどこ行ってもやるようにしてるあ家じゃなくて外でもちょっと待って何の報告なるべくすぐやるようにそういう後回しにしないで気づいたらやるようにしてます、うん、してますやばい涙出てきたもんそれを頑張ってますあ頑張ってるなねいや内田さんはしっかり自分があっていいと思いますね、うん、そうですねそう思いますあるのかないのかちょっとよくわかんない石田さんまだ聞いてないんですよ、うん、頑張ってること、うん、でもあさみちゃんでも何でも頑張ってるイメージなんかねあのやったら全部全力でやりたいんですよ、うん、だから中途半端にやめちゃうのが嫌だから、うん、まず選別するできるかできないか、うん、みたいな実際やるって言ったらやるんだけど、うん、仕事かなうーん仕事だねまあ、だからお店のこととかはできるだけ自分の持ってるものを下の子たちにうまくこう伝達じゃないけど伝えてお店が良くなるようにもうできないから彼はそれはそうだからそれだけは頑張んないとこの店終わるわと思って朝から閉店の11時とか12時近くまでずっと働くのは別に苦でもないそんなに、うん、それに関してはすごい大変、まあ、体力的には大変だけど嫌とか大変とか思ったことはないから、うんうんうん、でも別に頑張ってるか違うけど、まあ、それには力を入れるっていう感じかな、うん、
そうしたらあいつ調子に乗ってな、あいつには楽しんでるからやらしとけばいいんだよって他で言ってたからイラッときたんですけど、それをね、うん、それを見て自分も頑張ろうってじゃないんだよね、じゃないんだよ、じゃないのよ、やらしとけばいいって思ってるの、好きでやってるんだから、そう、好きでやってる、あいつは好きでやってるんだから大丈夫みたいな、困ったもんだよ、猿川さんのこと嫌いになりますイセさん、子宮猿川さんのいいところを言ってください、ここが素敵な猿川、子宮、子宮、あのね、誰でもウェルカム、え誰でも結構仲良くなっちゃう、人見知りなんだけど、どん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 仲間を引き連れてきちゃう、こう例で言うと、例えば M リーグファンですと言った人がいて、遊びに来たら、こいつのファンになっちゃうみたいな、なんか 人柄に惹かれてみたいな、だから何にそんなみんな惹かれてるんだと思うけど、それ何かは出てるのかもしれない、うーん、やばいと思うけど意外とあとは店のことも細かいことはやる、やるというかその厳しい細かいと、うん、接客とかじゃないですよ、うん、でもなんかさ、ご飯とか作ってるの、あ、ご飯作ってます、作ってます、ご飯作るの好きですもん、でもひどいよ、ひどい、こうちょん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 って材料切ったのね、で切って、まあ、まな板置いてたら、まあ、知り合いのプロが来店して、うん、楽しくなっちゃって一緒に喋りだしたカウンターで、うんうん、お酒飲めながら休憩っつって飲んでて、じゃあもうやるの忘れたの、ご飯、うんうん、作るので、あ、ちょっとあとやっといて、お前何作ろうとしたんだよそもそもみたいな、うん、この途中で何をやればいいんだよみたいな、もう一からやり直し、嫌だ最悪嫌いダメじゃん、はい、はい、この動画で内田さんは猿川さんのことが嫌いになりました、はい、まあ、だからね、何だろうね、まあ、それも含めて周りの人は多分楽しいんだろうね、あ、だからあの周りの人はそれが多分楽しい、見てて、まあ、面白いんだ、多分聞いてる分には、そう、聞いてる分にはいいんだ、多分中の人間は、うん、いい、そう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 、周りの人は猿川さんまたやってるぜぐらいの、うんうん、面白いなみたいな感じで楽しいものを提供してるんだから彼は周りの人に、そう、周りの人を笑かしてあげようぐらいの感覚で提供してあげてる、多分それがいいとこかもしれないちょっと被害こう思ってるけどきついなこれはちょっとあんまちゃんがすごいよそれをさ、ね、笑って話してるのがすごいよね、いやこれ笑えなきゃもうやばいっすよすごいすごい、あさみさんが笑いに変えてるからこそコメディーとして調子乗っちゃって調子乗っちゃってね、うん、それでちゃんと、まあ、他のことで対局とかで頑張ってるのはまだいいよ、うん、まあ、じゃなかったらもうまあ、じゃなかったらあれじゃなかったらもうやばいわみたいなそこはちゃんとやってもらわないとね、そうですね、やっぱ、うん、そこのプロとしてはね、はい、うん、はい、今日の結論、頑張れ猿川家